ミヤのごちそう。県産和牛。うわー、ステーキだ。美味しそう。これは今回の主役、和牛のステーキだよ。和牛？和牛は日本で長い時間をかけて作られてきた日本独自の肉牛のことなの。三重県では昔から和牛を育てる文化があるんだよ。そうなの？でもどうしてだろう。江戸時代農家では兵庫県などから子牛を買ってきて育て、3年から4年ほど田畑で農作業をさせました。その後、1年ほど休ませた牛を肉として食べてきました。その畜産文化が受け継がれているのです。今では肉牛を育てる畜産農家が美味しい牛肉を作るためにそれぞれ工夫しながら和牛を育てています。ブランド牛肉がたくさんあります。三重県生まれ三重県育ちの牛もどんどん増えているのよ。これぞ三重県オリジナル。オリジナルといえば、ここでクイズ。三重県産の和牛の肉には他の県にないある特徴があります。それは何だと思う？1、オス牛の肉が多い。2、メス牛の肉が多い。3、オス、メスをバランスよく混ぜている。わかるかな？タイムアップ。正解は2、メス牛の肉が多いでした。どうして？メス牛の方がオス牛よりも筋肉が少ないのでより柔らかな肉になるからです。三重県の和牛の 90% 以上がメス牛の肉なんです。そうなんだ。エミちゃん、和牛はどんな風に育てているの？じゃあ見に行ってみよう。津市の美杉町、和牛がどのように育てられているのか見せてもらうことにしましょう。ここは牛が暮らす部屋、牛舎っていうのよ。朝6時、畜産農家の片野真一郎さんです。片野さんの一日は牛の餌箱を掃除することから始まります。現在この農場にいる牛は40頭。一頭一頭の様子を確認しながら餌箱に入ったゴミや前日の食べ残しを片付けて回ります。掃除が終わると牛たちの朝ごはんの時間です。行けやぞ、起きろ。行けやで。あ、起きた。おはよう。片野さんは牛たちに名前をつけてまるで子供の世話をするみたいに牛の面倒を見ているのよ。牛たちが食べているのは稲わら。片野さんの田んぼで育てた稲を乾燥させたものです。牛がわらを食べ終わるのを見計らって餌箱を掃除。また掃除？うん、たまにわらの中に石ころなどが入っていることがあるの。すると嫌がって食べなくなる牛もいるからきれいにするのよ。それが終わると次のメニュー、今度はおからやトウモロコシ、
大豆などを混ぜて作った栄養満点の餌です。この餌は牛の成長に合わせて片野さんが独自にブレンドしています。おからの餌が終わると次は発酵させた牧草。消化を助ける発酵食品よ。ヨーグルトみたいなちょっと酸っぱい香りで牛たちの大好物なの。こうしてわら、おからの餌、発酵させた牧草、牧草、最後にもう一度わらというように一種類ずつ与えます。いっぺんにあげちゃえば楽なのに。これは一つずつ食べさせることで消化を良くしたり、好きなものだけ食べて栄養が偏ったりするのを防ぐ農家の人の知恵なの。娘の春菜さんが牛たちの飲み水を運んできました。山から染み出した栄養豊富な自然の水です。これで2時間かけた牛たちの朝ごはんが終わりです。夕方もまた同じ作業を繰り返します。一息つくとあちらこちらの牛舎で家族総出の床掃除が始まりました。牛舎の床に敷いてあるのはおがくずです。牛の糞などで汚れたおがくずをかき集めます。これも無駄にはしません。発酵させて牧草などを育てる時の肥料にするのです。汚れを取り除いた床に新しいおがくずを敷いていきます。毎日繰り返される重労働です。牛たちは本当に大切にされているんだね。まあ大事に飼ってます。でやっぱり自分たちこう牛の命で生活させてもらってるんで、牛が過ごしやすい環境とか、おいしく毎日餌を食べられる環境とか、おいしい餌とか、そういう、まあ、自分たちができることを、まあ、精一杯牛のためにしてあげようという気持ちで毎日牛の管理をしてます。四日市市にある大きな牧場です。ここでは積極的に機械化を進めてたくさんの牛を育てています。明るくて広々した牛舎だね。あれ、何か来たよ。この大きな車、何をする車だと思う？これは牛に餌をあげる専用自動車なんだよ。へえ。この牧場では900頭以上もの牛を育てています。車には一頭一頭の餌の量がプログラムされていて、人手をかけずに短時間で餌をあげることができます。これならたくさんの牛がいても大丈夫だね。あ、こっちでは赤ちゃん牛にミルクをあげてるよ。この牧場で生まれた赤ちゃん牛よ。このミルクもコンピュータで管理されているの。子牛一頭ずつ必要な成分や飲む量、飲む時のミルクの温度もプログラムされています。たくさんの牛を元気に育てるためには大量の餌が必要です。例えばトウモロコシなどを混ぜた栄養豊富なおからの餌。おからは地元の豆腐工場で使い道のなかった新鮮なおからを譲ってもらいます。いつでも大量に質の良い餌が確保できます。牛の成長には欠かせない大量の藁。これも地元の米農家と契約して
稲刈りが終わった後、捨てるだけだった大量の藁を買い取ることにしたのです。稲を買った後、乾燥させた稲藁を大型トラクターで一気に集めると、うわぁ、重さ 300kg 以上にもなる大きな藁ロール。3ヶ月かけて4000個、地域の人とのつながりで手に入れられる1年分の稲藁よ。大規模な機械化や地域と連携する仕組みを考え出したのが、この牧場を経営する加藤克也さんです。牛舎の床は加藤さんの自慢。おがくずではなく、米を作る時に出るもみ殻を使っています。冬は暖かくて夏はサラサラ、もみ殻をたっぷり敷いたふかふかの床で牛たちもリラックスできるのよ。人間が嫌なことは牛たちも嫌だと思うんだけど、人間が嫌と思う灰とか匂いとか、そういう風なものを本当に軽減してくれる、これは最高の寝床ですね。僕の35年間の最高の傑作です。牛が気持ちよく過ごせるように農家の人たちは知恵を絞っているんだね。そう、元気な牛を育てて美味しい肉を作るためには、牛にストレスを与えないことがとっても重要なの。そこでクイズ。農家の人たちが牛のストレス解消のためにやっていることがあるよ。それは次のうちどれでしょう。1、いい香りでリラックス。2、あったかいお風呂に入れる。3、ブラッシングでマッサージ。わかるかな？タイムアップ。正解は3、ブラッシングでマッサージでした。ブラッシングは体についたゴミや抜け毛を取って体を清潔にするだけじゃなくて、マッサージ効果もあるの。だから牛もうっとり。この黄色い物体はもしや、あ、回り出した、ブラシだ。これは牛が好きな時にブラッシングできるように考えられたものなんだよ。牛の育て方は農家によってそれぞれだけど、可愛がって大切に育てる気持ちは同じなんだね。その通り。美味しい肉になるように人が愛情を込めて大切に育てた牛は、子牛から1年半から2年半で出荷され肉になります。家族で牛を育てている片野さんは言います。大事に育った牛はやっぱり殺されてお肉になって、そのお肉がみんなのこうまた血や体になっていくっていうことを考えると、食べるときにいただきますっていう気持ちを、その牛たちの命をいただきますっていう気持ちも込めて、食べるときには行ってほしいなって。三重県の恵まれた環境と農家の工夫で育てられた自慢の和牛、どんな給食になるのかな、楽しみだね。三重で生まれた子牛たちを、三重で育てられた稲わらをたくさん食べて、心を込めて育て上げました。どうか皆さん美味しく食べてください。はい、いただきます。